なんと今日は e-life ジム3周年を迎えました、はい、リニューアルオープンさせていただくにあたって、はい、キャンペーンがスタートします。でも思った以上にマシンがすごい充実していて、うん、はい、広くなった匂いがしたんで嗅ぎつけてきました。みんな遊びに来てね、からの、はい、あ、今すぐでかくて映んない。お待ちしてます。こんにちは、e-life ジム代表の香取健です。なんと今日は e-life ジム3周年を迎えました、はい。実は改装を進めておりまして、はい、もう完了したんですけども。どっかなんかちょっと変わった場所とかあるんですか？変わった場所はちょっと開けていいですか？ちょっと中で、はい、ちょっと実は有名なインフルエンサーが来てるんですけど、に壁があったんですが、これまでキープでいいですか？ちょっと情報量多くて入ってきたか心配なんですけど。そうですね、ちょっと別に動画撮ってみましょう。あと地下の方も白い柱が3本あったんですけど、はい、そこにあの装飾をつけたパネルを取り付けてまして、まあ、より高級感、あとちょっと怪我防止柱に使っちゃったりとか、はい、まあ、結構見た目も機能的にも進化してますんで、はい、あとはまたご紹介しますが新しいプランを追加したりとか、より通いやすくなるようにですね。はい、なんかはい、どうもリニューアルオープンさせていただくにあたって、はい、キャンペーンがスタートします。3つの特典があります。体験5500円無料になります。さらに入会でオリジナル T シャツをプレゼントさせていただいております。2つ目、24時間ジム、この後ご紹介しますが、入会金と月会費1ヶ月分合わせて38,500円、0円になります。3番目、パーソナル、こちらも入会金が0円で、パーソナルの通い放題があるんですけど、こちらの月会費が半額になります。まあ、最低でもですよ、これは41,800円お得になります。ぜひチェックをお願いいたします。ちなみにキャンペーン期間は本日2月16から3月31日まで1ヶ月半やってますんで、お申し込みお待ちしております。お待ちしてます。お待ちしてます。インフルエンサーのイオリンさんです。みんな遊びに来てね、からの、はい、あ、すぐでかくて映んない。お待ちしてます。ではここは1階パーソナルトレーニングルームです、はい、結構変わったんですよ。広くなりましたね。ここに仕切りの壁があったんですね、ここのラインに。それを取っ払って、はい、で、まあ、ここ通路だったり受付のデスクが置いてあったんですけど、そこにマットを全て敷き詰めました。広くなったら変な人来ました、ね、急にご来店。広くなった匂いがしたんで嗅ぎつけてみました。あとはちょっと視覚的な要素が多いんですけど、はいはいはい、ちょっと無骨なイメージが強くなってきてしまったので、はい、人工芝ですね、引いて。おお、まあ、一応トレーニングもランジとかできるっちゃできるけど、はい、もう基本はあんま使わないから、緑が入るとね、なるほどですね、雰囲気変わりますからね。あとここに鏡をつけました、はい、この2面しかなかったんですけど、まあ、これをつけることによって、まあ、あらゆる角度からお客様のフォームの確認だったりとか、あと大会出場される方なんかはポージングの練習ができたりとか、まあ、あとは何より広く見えるし、そうですね、いろんな意味ですごいつけてよかったなっていうところですね、はい、今いらっしゃる羽賀さんもいますよ、はい、いますよ。ほらもう2年経ちましたね。そっか、もう22年の1月末か、はい、で隣が JP さん、今話題のまっちゃんのモノマネをされている。はい、一般のお客様に本当今まで支えられて、この3周年を迎えることができたので、改めて心から感謝申し上げます。ありがとうございます。まだまだ入会者は募集中ということで。そうですね、だいぶ枠埋まってきてしまってるんですけども、うん、まあ、このキャンペーンで埋まってしまうんじゃないかな、うんうん、なのでお早めに3月31日までやってるけど、はい、2月16日から始まってますので、よろしくお願いいたします。 DM や電話でもいいし、うん、あとホームページからの問い合わせフォームからでも、はい、何でも受けたまります。よろしくお願いします。では24時間ジムの方へ来ました、はい、地下1階にあるんですよ ね、まあ、最近は分かりやすく地下にありますよって看板出してるんですが、はい、知られてないことも多いので、うん、お近くにいらっしゃった際は2、3分でもいいんでご案内させてください。はい、今回リニューアルで変わった点なんですけど、はい、この柱に黒い装飾がついたパネルを取り付けました。
ちょっと正直な話をすると、この白い壁からちょっとピンキリ塗ってあるので、はい、ポロポロゴミが出てきてしまうっていうところを防ぎたかったっていうのと、輪が当たっちゃったりして削れてしまったりっていうことがあったので、はい、この装飾をつけました。ただ見た目の部分で白で膨張色でちょっと圧迫して中が狭く見えてしまうから、黒で締まりのある色にして、まあ、マットとかマシンとかの色合いを統一するためです。より高級感とかっこいいですよね、はい、もうジム来た時にかっこよってなって気分が上がるように。もう一個リニューアルしたところなんですけど、モニターを2台さらに取り付けました、はい、ランニングマシンのところに1台だけあったんですけど、こことあとあっちにも取り付けました。こうですね、はい、我々の YouTube、はい、動画をメインに流させていただいております、まあ、今後いろんな動画も増やしていけたらいいですね。そうですね、はい、この動画も流れますので。そうですね、はい、今日はインフルエンサーのイオリンさんにお越しいただいてます、はいはい、中谷イオリです。遊びに来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。3周年ということでお声掛けさせていただいて、はい、心よく、はい、お越しいただきました。遊びに来ました。ありがとうございます。いいえ、とんでもないです。素敵な方が。いやでも思った以上にマシンがすごい充実していて、うん、はい、まあ、なんか友達の YouTube とか、うん、Instagram でちょこちょこ見てたんですけど、うんうん、あ、なんかすごいこんなところがあるんだみたいな、うん、知らなくて、はい、渋谷ってやっぱりね、なんか意外とジムありそうでないじゃないですか。そう、ないですよ。24時間ジムは、ね、うちだけなんです。確かに24時間ない。うん、一応渋谷駅から徒歩6分、うんうんうん、で、うん、歩いてこれます。はい、恵比寿からも10分で来れるんで。そうですね、はい、あと実はタトゥーが OK なんですよ。はい、私もタトゥー結構入ってる。かっこいいやつ入ってる。かっこいいですね。タトゥー隠さないといけないジムとかもやっぱ多いんで、うん、そういう意味ではそういうのがフリーなのも、まあ、ありがたいですね。大会とかにも出られる。はい、一応ちょっと筋トレしてます。そんな大事なことないですけど。大してる。自分と同じ大会、タマシタイラバード、私も出ます。私も出ます。頑張ります。大会出る方も言ってくださってるので、はい、どしどし、ね、パーソナルも頑張っておりますから、ね、選手の人も普通の人も、ね、初心者の人も、みんなで鍛えましょう。3周年リニューアルオープンのご紹介、あと施設のご案内ですね、はい、終わりました、まあ、撮影中にですね、実は近所の代官山の海っていうサロンから、はいはい、ハイパーナイフとか、うん、体をシェイプアップさせる施術を行ってくれる代表の川島さんから、はいはい、お花をお祝いでいただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他にもお祝いのメッセージなどたくさんいただいておりまして、うん、本当に嬉しいです。ぜひ遊びに来てください。というわけで本日2月16日から3月31日までキャンペーン実施してますので、はい、体験しに見学だけでも OK です。気軽にいらしてください。よろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。